の収穫だ。この世界は俺に応えているのか。これこいつはどうだ。これくそ、ほどほどにしておけよ。こいつはどうだ。はい、
ないやばい。やっ、はい、おとなしくしやがる。これ。こいつはどうだ？興味深い。実に愉快だ。お前って本当にせっかちだな。よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな竜よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤れといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。
なたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろう、ジン。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか、竜の涙でまた直せそうか？うん。こんな風に壊されたら、もう無理かもしれないね。その通り。腐食の根源を倒さないと、トワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ、偵察騎士を召集して追跡を？その必要はない。え？少し前に、四風守護の神殿遺跡で、そいつの同類をこの手で切ったことがある。え？それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら、僕の情報網と手口があればこと足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに、自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が、急に愛に溢れ始めた。ふん。とにかく、僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも、モンドでは、やってはならないことがあるとな。殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。随分と長居したな。そろそろ体を動かさ。
お前って本当にせっかちだな。風だ。